はいどうも、アキです。キヨンダンジョン超地獄級に覚醒セレスパーティーで挑戦していきます。で、キヨンダンジョンね、いろいろ考察した結果、4つ求められるものを満たせば結構早くかつ安定して回れることができると思います。1つ目は、一番多い属性が全部で攻撃10個ある。この場合だと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個ちょうどありますね。そうすると2回は敵の HP が19なので2回全体攻撃をすれば突破することができます。でもう一つ、次小回りの効いた変換がいる。この場合サスケがいます。次ね、覚醒ミネルヴァ取りますが、覚醒ミネルヴァの方が小回りの効いた変換が多くて正直やりやすいです。で3つ目、バインド耐性もしくはバインド回復を持っている。この点においては覚醒セレス非常に優秀です。ソウルキュアもありますし、バインド耐性もあるし、列回復もあるということで非常にいいと思います。そして最後、ボスをワンパンできる。この場合は木花火、エンハンス木花火ですね。でボスをワンパンできると。この4つを満たしていれば何にパーでも回れます。てか安定して回れます。では挑戦、実際やってみましょう。おお、欠損がひどいね。欠損がひどいんですが、ここはなるべくサスケを使いたくないので、もはい、バインド地獄されます。うわー、これやばいぞ、これやばいぞ、これやばいぞっていう例なんですけど、こうやばくても勝てますと。まあなぜならこいつはあれがあるんでね、光と闇から受けるダメージを、はい、弾くということでね、これがあるので光と闇から受けるダメージを半減してくれるので非常に優秀です。ちょっと時間かかっちゃいますね。やっぱりこれはあんまりおすすめしない。正直サスケしか変換がいないんでね、2回でサスケ使うためにはここをね頑張ってこらえないといけないっていうちょっと辛さがある。うわ、だいぶ辛い。でこいつはソウルキュアはちょっとスキル確認しますね。スキル確認、戻る。ソウルキュアはバインドを3ターン回復ってことは6ターン回復できるから、もうちょっと耐えます。うわ、これやばいな、これもやばいんで、回復一列来い。うわ、いじめだ、いじめ。はい、一列回復一列。よし、やばいな、やばくても安定して回れるっていうパーティーを紹介していきたいので頑張ります。頑張っちゃいます。やばい、抜いちゃったかな、ちょっとやばいですが大丈夫です。はい、ここソウルキュア発動、ソウルキュア発動。あ、でいいことに3ターンで出てきましたね、敵が全部でも。2ターンで回れるように解説したいと思います。この場合だと木がね1個少ないんで闇の全体攻撃で補います。はい、はい、これであと1回木の全体攻撃をすると大丈夫なんですけど、ほらこれもし敵が2で出てきてたら終わってましたよね。こういう時にサスケ、小回りの効いた変換が必要となってきます。
ああ、今のキー消したくなかったんですけどね、次も割とこういうキー保存していきたいので。はい、突破。はい、でもう一個いい点が、こいつらの攻撃を一発なら受けれると。敵一体だったらね、二発連続は無理なんですけど。はい、ここ一回全体攻撃する。はい、チェック、右から倒します。で、こっからは全体攻撃はしないようにしてください。はい、はい、で、まあしゃあない、ちょっとドロップ下手だったが、動かし方が。で、こ、次こっち、AI がうまくいかなかったな。せっかくなんで一発受けよっかな。おお、つらいね。はい、一発受けるかな、これで。はい、一発受けれるんですというところもお見せできてね、素晴らしい。で、ソウルキューは溜まり直してくれたらありがたいのだが、溜まり直さないかな。あ、行ったんだ。よしよし、もう突破します。はい、ではボス、まずソウルキュアでバインド回復で、ジュピタージュネシス、トルネードカノンで、アースエンハンスで。これね、計算したら380万ぐらい出ます、落ち込んなしで。で、デビリ、こいつが300万、こいつが200万ぐらいなので、要するにワンパンできます。まあ、属性強化もあるのでね、という感じで突破していくことができます。覚醒ミネルヴァ持ってるならこのパーティーは正直おすすめしません。でも持ってない方はこれで回れるんですという紹介でした。ではでは、アディオス。